おはようございます。おはようございます。今午前5時半です。朝ごはん用意するのがめんどくさいで、これで済ませます。はい、これどん兵衛ですね。どん兵衛。 Yes、 どん兵衛。5時半だから眠いですね。大ホラです。大体大ホラです。今日これで、うん、あの普通にお湯入れて食うんだったら、うん、お前何やってんのって言われるから、うん、あの汁なし丼弁にします。汁なし。あ、お湯を捨てるってこと。そう、お湯を捨てるってこと。そのまんまだってこと。お湯をね、捨てちゃうんだよね。うん、そこまで来てるんだよね。死んでるらしいね。久しぶりにこういうなんかカップ系食うかもしれない。大体いつも麺とか食うとき粉から作るから。粉から作るけど、粉を取りに行くところから始まるから。なんか、あれとかに始めるから。ね。大体粉を取りに行ってから粉をここに置いてやって麺を成形してからやるから。何時間かかんの？何時間とかじゃない。何時間？何日？そういう工程を経てくれて、そういういろんな人の手を渡って、今俺の目の前にこれがドン。ねねは小学校だから今ね。な、ねね小学校だよな。そしたら、はい、お湯入れます。はい、どんぐらい入れるんですか？普通です。普通の量を入れる。はい、そうです。で、マッチかな。ドン。ワンピース風。ワンピース風って言ってるけど、ワンピースはね、全然見てないね。うん、見てないね。ロビン助けるところで止まってるね。もうさ、うん、多分もう昔すぎるよね、それ。カーシム？うん、カーシム、カーシムの物語だからもう。昔話的な俺だ。だから俺言ってんじゃん、川島川島的な物語だからって。繰り返してんじゃねえよ。人の言葉パクってんじゃねえよ。どん兵衛、あと5分待ち。流行ってんの？汁なしどん兵衛。いや、流行ってるとかどういう、そう知らない。流行りとか、流行りとか全然興味ないから。そう。鬼滅がめっちゃ流行ってるのは知ってるけど。あ、鬼滅ね。うん、それぐらい。ピンク。お、ピンク。ちゃんとやってんの？持ってきた、成功。お、立ちました？そうだね、だいぶ柔らかくなって、これもね、こんな感じ。そしたら、お湯を捨てます。はい。麺流れないかな、大丈夫？この穴でこの麺が大丈夫だよね。やばい、春雨流れてる。怖い。してって、アホール、めっちゃアホール。煽る、すげえ煽るじゃん。これ車だったら多分もう喧嘩になってる。煽り運転。そしたら、はい、これ粉末スープ入れます。はい、全部入れてないかな、これ。全部入れると味濃くなるから。そうだね。うん。
やべ、これはでも入れすぎたかもしれない。ほんと気持ちでいいよこれ。うちは基本的に薄口だから、うん、そうね、うん、そんな入れなくてもいいかもしれない。ほんと気持ちいい。鼻くそぐらいでよかったの。それはどうな。完成。超お手軽汁なし丼兵衛でございます。できました。食べます。はい、うん、うまい、うまい、普通にうまい。皆さんも試してみてね。食べたい、パパ。おい、一緒にじゃあテーブル行ってください。ちょっともらおうか。それではぜひ試してみて。